皆さん、こんにちは。島田紳助さんが亡くなった神岡龍太郎さんについて言及しました。紳助さんは神岡龍太郎さんのことを心の師として仰いでいました。神岡さんが亡くなった時はさんまさんから連絡が来たといいます。九州からキャンピングカーで帰ってきて、家着いて疲れて携帯見たらさんまから連絡来てて、久しぶりに喋った。神岡さんの息子さんが僕に伝えたいからって、まず鶴瓶さんに連絡して、鶴瓶さんがさんまに連絡して、で、さんまから電話があった。デビューしたばかりの21歳のペーペーの僕が神岡さんに呼び出されてね、ホテルのロビーで君を見たと評価してくれて、そっから仲良くさせてもらいました。僕が辞めて 2,3 年した頃に会うた時、向こうからニコって笑いながらやってきて、そう、毎日が楽しいやろって、時々一緒にゴルフ行ってました。でも肺が悪かったから、いつもこれで最後かもなと言うてはりましたよ。で、コロナなってゴルフ行けなくなって、ぼちぼち行けるんちゃうかなって思ってた矢先にショックでした。神岡さんの引き際は自分の中で心の師匠やから見習って、僕も辞めるときは辞めます、引退しますって言って辞めようと思ってね。神岡さんには自分の美学があってね、タレントは長年やってるとおもろくなくなるじゃないですか。神岡さんはいつかそうなった時にあかんねと言われたくないんやと、侍は自分で切腹するんや、自分の終わりは自分で決めるんやと、だからあの年で辞めはった。その時、辞めないでください、21歳の時から神岡さんが僕の道しるべやと手紙を送ったら、その返事にも感動した。君は何か勘違いしてるんじゃないか、僕が君の道しるべ、違うよ、ずいぶん前から君は僕の前を歩いてるんだよと、最後までダンディーな人でしたわ。神岡龍太郎さんは5月19日に大阪市内の病院で肺がんと間質性肺炎のため81歳で死去しました。本人の強い意向により、ごく限られた身内で密葬を済ませており、お別れの会なども固辞したいとの旨を伝えていたそうです。神岡龍太郎さんは1942年生まれ、1959年に横山パンチの芸名で横山ノックフックとのトリオ芸人、漫画トリオとしてデビューしました。1988年には探偵ナイトスクープの初代局長として活躍し、読売テレビ鶴瓶神岡パペポテレビでは笑福亭鶴瓶さんとのトークで好評を博しました。2000年に芸能界を引退し、その後は公の場に姿を見せることはほとんどありませんでした。引き際の鮮やかさのせいか、神岡龍太郎さんは芸能界を突然引退したというイメージが強いかもしれません。ですが、鶴瓶神岡パペポ TV 新春スペシャルで引退を公言していました。本人曰く2000年でデビュー40周年になり、自分の芸は20世紀で終わりにして21世紀には新しい人生を歩みたい。引退理由の真相ははっきりしないのが実情です。引退理由としては、まず妻の言葉がきっかけになったという話があります。これは芸能リポーターの井上光三さんが本人に聞いた話として明かしたもの。ある日、神岡龍太郎さんが妻とテレビを見ていると、滑舌の衰えたベテラン芸人が登場。自分はこういう姿を人前にさらしたくないから、もしそうなったら教えてほしいと言うと、そろそろねと返されたことで引退を決意したというものです。またお笑い評論家のラリー・エンダさんは、神岡龍太郎さんは自分はテレビに向かない芸人と自覚していたのではないかと分析。常々テレビ話芸の理想は明石家さんまや笑福亭鶴瓶と口にしていたことを明かしています。東京は大阪と勝手が違い、へりくつキャラで毒舌を吐くと感じの悪い芸能人と思われがちなことを感じていたのは事実のようです。神岡龍太郎さんは視聴者にも番組制作者にも媚びない物言いが最大の魅力でしたが、今は視聴者やスポンサーのクレームを恐れ、問題が起きない番組作りをするようになりました。ちょうど90年代後半はそうした傾向が顕著になり始めた時期です。表現を制限され、業界に迎合して
仕事を続けるよりは退くことを選んだのではないかとも言われています。上岡龍太郎さんはテレビ業界の行く末が見えていたのかもしれません。島田紳助さんと上岡龍太郎さんの2人はレギュラー番組を多く抱える人気絶頂期に自ら引退を宣言して芸能界を去りました。どちらも芸人であることに固執せず、頭の回転の速さを生かした笑いの取れる司会者として重用されたことも共通しています。また島田紳助さんは、俺はさんまや松本とは違うとも発言しています。明石家さんまさんや松本人志さんが根っからの芸人であるのに対し、島田紳助さんはオートバイのレースに熱中したりバンドを組んだりと興味の対象も多いようです。人生をトータルで考え、引退後の日々も楽しめる自信があったからこそ、二人は自分から芸能生活に幕を引くことができたのではないでしょうか。上岡龍太郎さんの妻は漫画トリオ時代からのファンであり、上岡龍太郎さんの方から君は将来僕と結婚すると口説き続けて結婚、大勢のファンの中から認めた女性ということになりますね。一時期は関西ローカルのテレビ番組奥様リビングに出演したこともあるそうですが、以降は主婦業と上岡プロモーションの社長業に専念していました。ちなみに慣れ初めを知った笑福亭鶴瓶さんから、あんた犯罪者やと年齢差を突っ込まれていたことから、かなりの年の差婚だったようです。残念ながら名前や生年月日は不明でした。そんな上岡龍太郎さんには弟子がいました。めったにメディアに出演しないことから土の子芸人と呼ばれていたテントさんは上岡龍太郎さんの弟子でした。カルト的な人気があり、その先鋭的な芸風は師匠にも登場するのが10年早かったと言わしめたほど。しかし2016年9月27日大阪市天王寺区の横断歩道を横断中に乗用車にはねられ病院に搬送されましたが、およそ3時間後に息を引き取りました。65歳でした。愛弟子の葬儀で久しぶりに公の場に姿を見せた上岡龍太郎さんの姿が報じられていました。引退後もテントさんが出演するライブに足を運び、客席からエールを送っていたという上岡龍太郎さん、とても大事にしていた弟子の死去に心を痛めていました。そんな上岡龍太郎さんの家族には数多くの芸能人がいました。その芸能人はミキの2人です。そのミキと上岡龍太郎さんは甥と叔父という間柄、ミキの母親が上岡龍太郎さんの妹なんだそうです。2012年にコンビを結成し活動を始めたミキですが、上岡龍太郎さんとの関係を明かしたのはブレイクしてから。コネではなく自分たちの力で売れたいという思いから明かさなかったそうです。ただミキの2人は上岡龍太郎さんとは子供の頃に数回会っただけ、芸人になってからは一度も会ったことがないそうです。そのことを知っていたのか、ミキの2人が スタジオに出演した時に司会の笑福亭鶴瓶さんが上岡龍太郎さんに電話したことを告白、そして上岡龍太郎さんが漫才の形としては安定してるとミキを評価していることを明かすと、2人は大喜びしていました。番組の最後にはミキをよろしく頼むなと言われたことも明かしました。芸能界を引退した身とはいえ、甥っ子のことは気になるのでしょう。上岡龍太郎さんの子供は息子が1人、甥っ子のミキは芸能界で活躍していますが、息子はどうしているのでしょうか。そこで調べてみると、上岡龍太郎さんの息子が映画監督として活躍していることが分かりました。上岡龍太郎さんの息子は小林誠太郎さん、関西大学卒業後ジャーナリストの助手として取材と執筆業を経験、そしてドキュメンタリー映画監督の原和夫さんが主催のシネマ塾に第一期生として参加したことで映画の世界に、その後助監督として雪貞勲さんや井筒和幸さん、田崎龍太さんの下で経験を積んだ小林誠太郎さん、2006年に劇場公開デビュー作の家族の秘訣が日本映画監督協会新人賞、大阪シネマフェスティバルの新人監督賞など多くの賞を受賞。こうして人気監督となると、その後も毎日母さん、マエストロ、初恋お父さん、シビがいなくなりましたなど多くの映画で監督を務めています。また映画だけでなく深夜食堂などのテレビドラマでも活躍、今後のさらなる活躍が楽しみな監督として多くの人々の注目を集めています。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。